どうもバイクのローゼの深夜です。はい、雑談です。今日は本当にただの雑談なんで、まあラジオ感覚で聞いてもらえたらと。引っ越します。はい、今までずっと東京のね、まあ西の方に住んでたんですけど、まあ今回はい、引っ越しをしようかなと。で、まあ別にね、引っ越しましたって言う必要は別にないっちゃないんですけど、まあ商品レビューとかね、やっぱなんだかんだ部屋の雰囲気が変わるから、ね、あれ変わった、引っ越しましたっていう質問絶対来るなと思って。まあ高速道路ね、移動がてら、まあ雑談でも撮ろうかなと。はい、そんな感じで撮ってます。全然関係ないですけど、家具を全部出したらホコリすごくて、ちょっともう鼻水がね、やべっす。今超鼻声でね。どこに引っ越すかっつうとね、横浜です。まあだから別にね、東京から横浜なんで、まあ普通っちゃ普通。なんか12年前、そう、俺12年前にね、福岡上京してきたんですけど、まあその時ほどの別に変化はないはないけど、ただね、横浜って土地勘ないんで全くわかんないんですよ。はい、だからね、全くもって未知の世界。まあ若干不安もありつつも、でもまあ楽しい引っ越しになりそうかなとはね、勝手に思ってますね。まあ今の家っていうか、まあ前の家か、何年住んだか、3年ちょっと住んだんですけど、物を運び出すと、ああなんかもう終わりかーみたいな感じのね、ちょっと寂しさがねありましたね。あと前日はね、もっと感傷に浸るかなと思ったんですけど、そんな暇なかった。ずーっとね、原稿書いてクソ眠かった、そんだけ。まあまあ拠点がね、変わるといえば変わるんですけど、ただまあね、東京から神奈川に引っ越すってのは別にそんな珍しいことじゃないですからね。なんか九州に帰るとかだったらね、もうなんか全てが変わるからね、変な話ですけど、まあまあ関東だったらあんまり変わんねえかなとは思ってますね。まあただやっぱり元ブログやってて、俺別に多摩地区に住んでとか言ってなかったんですけど、まあまあナンバーとかね、まあ分かる人は分かるし、まあ、もしかしてあの辺住んでるんですかみたいな、まあ、だから本当に変わりますよっていう感じっすね。まあ東京はね、12年住んだけど、まあ東京離れるから寂しいかって言ったら、まあそこまでじゃないかな。まあ、ただ人生のね、もう3分の1はまあ関東で過ごしてるっていうことで、まあそういう意味ではちょっと思い出はあるはあるかな。よくわかんないな。まあ横浜はね、バイク屋さんもいっぱいあるし、結構ね、俺の仲いいバイク関係の人もね、多いんですよね、横浜。まあほんとね、全然土地勘ないしわかんねえから、まあこれからゆっくり探索していこうかなと。やべえ、雑談始めたはいいけど、引っ越しに関してもうちょっと話せるかなと思ったけど、大して話できねえな。どうしよう、じゃあもっと身の上話する。3年前、あっこに引っ越してきた時はね、まあ一番人生でやばい時かな。いや、そうでもないかな。どうだろうな、わかんないな。まあまあでも少なくともね、あんまりいいとは言えなかったかな。まあでもね、なんか元ブログをそっから1年後に始めて、まあ今に至って、まあまあ、転換期っちゃ転換期だけど、まあでも別にあそこの家に住んだからっていうわけでもないしなとか。まあでも3年は本当あっという間でしたね。そう、東京にね住む理由もまあなくなったっちゃなくなったからな。昔はやっぱバンドで上京してデビュー目指してみたいな感じだったんで、まあやっぱ東京、音楽といえば東京みたいな感じは昔ありましたけど、まあ今別にね、俺バンドやんないし、まあ東京なくてもね、音楽の仕事はできるし、まあ東京出て神奈川住むってことで、はい、まあ改めてよろしくお願いします的な感じ。まあ最初はね、結構バタバタしちゃうけど、まあゆるりと慣れて、まあ適当にキャンプして、まあ帰る場所は変わるけど、うん、楽しんでいこうかなと思います。そんな俺の超身の上話の雑談ラジオ元ラジオ、まあいっか。まあそんな感じっす。まあまあ商品レビューとかね、多分背景がちょっと変わってると思う。まあ、変わってる、まあ変わるな、はい。まあそんな感じで、まあちょっと変化はあるけど、改めてよろしくお願いしますってことで、今日はそんな感じです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクのローゼの深夜でした。それでは。